1260年以降のランツベルク辺境白漁、オスターラントとは、今日の中林原州、ザクセン州及びザクセンアンハルト州にあたる地域の歴史的地名である。険しい西エルツ山地の北側の山から、ザクセンアンハルト南東のなだらかな平原へと続く地域である。過去の火山活動の痕跡が見られる。後に、オスターラントと言われる、この地域の歴史は、 937年のオストマルクの成立が始まりである。オストマルクは965年に5つの辺境白領に分裂したが、そのうちのラウジッツ辺境白領メルゼブルク辺境白寮、ザイツ辺境白領がオスターラントを形成した。相続を通して、この地域には13世紀にはランツベルク辺境白領が形成された。14世紀には開拓と農業が広まり、 森林が開墾された。ドイツ民主共和国の終焉後、歴史的地域と名称の使用が見直された。1990年代初めより、ライプツィヒ民衆新聞は、アルテンブルガーラント郡においては、オスターラント民衆新聞の名で販売され、ゲーラには、オスターラント単位区間ができるなど、オスターラントの名称は、様々なところに使用されるようになっている。 オスターランとの西の境界は常にザーレ川であったが、その他の境界については何度も変化した。北側はライプツヒ及びアイレンブルクまで、南側はアイゼンブルク及びボルナまで、南側はトルガウまでいたり、後にムルデ川を境界とみなすようになった。14世紀には、この地域はプライセンランとゲーラ及びシェーンブルクに至った。ありがとうございます。